すいません、石原明ですと。石原明の経営のヒントプラス、ちょっとせっかくなのでですね、どんどんたくさんどんどん聞いてみてもらってですね、どんどん意見とかたくさん厳しくどんどんもらった方がいいかもしれませんね、よろしくお願いいたします。今日はですね、経営のヒントプラス597回質問、新規事業の準備を考えております。サイト制作業者に丸投げしたのですが、ほとんど売れずに失敗しました。制約率の高い販売ページを作るポイントなど教えてください。これはホームページをどう作るか、それイコール売上なんですけど、売上が上がらないという方はホームページの作り方が良くない場合が 99% ですけど、はい、一番やってしまいがちなのがサイト制作業者に丸投げ、これ全然ダメなんです。丸投げってのはどういうことかっていうと、こっちで作るんでヒアリングしますと、向こうからヒアリングシートが来る場合もあれば、 Zoom とかでいろいろ聞いて、あと資料をくださいとか言って、向こうで構成を考えて、こんな感じでいいですかっていうデモ画面みたいなのが来て、向こうにライターさんみたいな方がいてっていうパターンで、ただ作るだけじゃないんで結構高いわけですけど、これがなんで売れないのかと、当たり前の話で、なんで業者さんは制約率が高いホームページを作りますって言って、サイト制作業ってそんなに儲からないんです。大変なんで、ものすごくそれをやってんだろうっていうことを考えればわかる。本当に売り上げが上がるんだったら当然そんなことやってないです。何か自分でやってるはず、自分でやらないで制作だけやってるって、なんでなんだろうって考えればわかるんだと。なのでサイトの丸投げはダメです。絶対ダメです。例えばセミナーの募集ページとか、特殊なやつはそれだけやってる人に頼んだらいけるかもしれない。どういうふうに業者を使えばいいか、社長が作るってことはありえないので、会社にウェブデザイナーがいない場合はどう考えるかというと、指示書を作ってその通りに業者に作成してもらうだけなんです。僕もエクセルがいいと思うんですけど、手書きでもいい、手書きでキャッチコピーとか、ここに写真とか、こう全部指示を出してワードで作ってもいいです。じゃあトップページの上のところの雰囲気はこのホームページを真似してくれとか、ここの写真はこのホームページのこの大きさにしてくれとかっていうことを細かく書いた指示書を渡してデザインだけをやってもらう。これがポイントなんです。デザインだけをやってもらうんで安いんです。で3つ目ですけど、指示書を作るポイントはパズルのように必要なパーツに必要な内容を当てはめて、それを組み立てていくだけというか、小説みたいに最初からずっと書いていくような話じゃないんです。作家みたいな能力が問われるわけじゃない。でどういう順番で何を書いていくかだけが分かれば、パズルみたいに必要なパーツが決まってるんです。パーツっていうのは商品紹介のところとか、お客様の声とか、パーツごとに内容順番を考えるだけなんです。ってことは、まずどんなパーツが必要なのか分からないとダメですよ。まずセールスレターとかホームページを作る時の大原則、それは3つの障害をいかに突破するかなんです。これが理解できると、ホームページになんでそういう内容がそういう並びで書いてあるのかが全部理解できるんです。まず1個目に、皆さんのサイトは読まれないんです。見たくないんです。ホームページを端から端まで読むなんてほとんどないですよね。なので読んでもらえないっていう考えないといけない。下の方にいいこと書いてあっても読んでもらえないってことは、まず第一関門、トップページファーストビューって呼ぶんですけど、このサイトは読む価値があるなって瞬間的に思ってもらわないとダメです。開いた瞬間、誰がターゲット、どんなことが解決できますよっていうことが、もしくはうちの会社こんな特徴があるっていう、それは USP って呼びますけど、そういうものがしかも分かりやすく配置されてないといけないと。これよく Z って呼ぶんですけど、画面上の左から右にこういってやって Z みたいに動くんですよ。ということは、一番上に一番重要なことが書かれていなければ価値があるって判断されないんです。この第一関門を突破できるかだけで売上倍にできるんです。自分のホームページがどれだけ見られてるかって、例えばアナリティクスとか入れれば平均滞在時間とか直帰率ってのが分かるんですけど、そういうツールの前にまずは読みたくないんだよって思わないとダメで、よく分かんないけどちょっと気になるっていうのが一番いいサイトなんです。なのでお客さん徹底的に調べると悩みって分かりますよね。あとは競合のリサーチをすると、競合が言ってないけどお客さんが悩んでるところを見つけて、それが自社の強みであり、悩みをきちんと分かってますよと、ちゃんと方法ありますよとっていうのが、どこまでスクロールを下にしないでアピールできるかが勝負。これいろんなことを言う方がいて、もちろん商品によってはアピールできないものもあります。アパレルとかめちゃくちゃ売るの難しいです。今の考え方に当てはまらない時点で B2C で売るの難しいんです。なんでそういうのは B2B で売るべきです。
これ B2C で売る場合は、もしくは B2B でも直接売る場合ですね、はもうこういう考え方をしない限り、そもそもお客さんに見てもらえないんで、広告費をかけてもクリックされても下を見てもらえないということになっちゃうという、で読まないっていうのを突破すると、読んでもらっても次にですね、信用されないんです。なので信用してもらうためにどうするか、でこれも勘違いなんですけど、書いてあることをお客さんが信じてると思ってるんですよ。業界ナンバーワンとか最安値というのを信じてくれるって思ってる社長が多いんです。信じないです。言えば言うほど嘘うさんくさくなる。だからお客様の声が存在するんです。大企業だったら分かりますよ、ソニーとか。でも数ヶ月前にできた会社で誰も知らないと、その商品がいいか分からない。でもものすごい権威がある方が推薦していたら、ちょっと話が違ってきます。もしくは会社の社歴が本当にあるんだったら、例えば健康食品サプリメントを作ってる会社が100年やってる会社だったら、昔の会社の建物とかわざと写してたりとか、創業者の写真写してたりとか、あれ証拠なんです。それとか受賞歴です。業界の中の何々賞を取ってますっていうのも証拠ですよね。あとは品質保証とか、通販の場合はだいたいみんなモンドセレクションなんです。でお金で買えるんです。ただ金賞銀賞銅賞は分かんない。だから同賞の人はお金払ったけど同賞だったっていう。そうなんです。金賞にはできないです。必ずも金賞じゃないんです、はい、しかも毎回海外に行かないといけないんです。とんでもないとこですよ。スペインとかって毎年やるんですよ。なんで行くか分かります？行って表彰紙で一人ずつ渡されるんで、その写真撮りたいから、それのためなんです。それがない証拠が分かんない。それでもなんかリボンみたいな形だけでもやっぱり違うのと、あとは例えばこの商品は他の会社よりも耐久性があるんだったら、耐久性があるっていう証拠、例えば携帯のカバーであれば、じゃあこれを10万回やっても壊れないんだったら、機械でこれやるような研究機関があるんですよ。そういうところに頼んで、どこどこ研究機関で実験をやった結果、これだけ耐久性ありましたっていう。テレビ通販も全部一緒です。しかもめちゃめちゃお金かかるんです。なんでこれをやるかっていうと、信じてもらえれば売れるからなんです。なのでこういうパーツっていうのが、お客さんの声必要なんだとか特許必要なんだって話じゃなくて、信じてもらうためにやっている。でじゃあこれどういう並びにすればいいのっていう、答えは決まっていて、 100% この並びがいいですってはないんです。でもしこれね、全部お客さんの声から、推薦者の声から、受賞歴から全部あるとしたら、何を一番最初に持ってこなきゃいけないかっていうと、その商品をサイトを見た時に一番上を突破しました、下の方を見ていった時に興味があるけど、お客さんが一番不安に思っているであろうものから順番に自分で考えてやっていくべきなんです。それが業界の商品が何かによるんです。でもお客さんの声を一番に持ってくるのが安心するかなと思いますけど、特許なんか取ってたら特許持ってくるべきだしっていう。なので何かっていうのは特にないんです。ただ一番先に信用してもらえるものを持ってくる。でじゃあ信用されたら売れるかというと売れないんです。で次に何かっていうと行動です。信用したって行動しないんです。また別じゃないですか。買うとか資料請求するとかってものすごいハードル高くないですか。なので次に考えるのは、行動してもらうためにどうするのかっていうのを考えます。今日はここまで、続きは次回お届けします。最後まで聞いてくださってありがとうございます。